ね、今期ここまで風見ひひどいのは何が原因なんですか今のひどさと他の時のひどさって違うじゃん。他は基本的に風っもうマドレーン時代から見てる人わかるけど赤ユネねテて言した方がいいね。これさ、4123こう。なって風見ひここだから。 なんか、ビルドアップってこう、ここにさ、ブスケツとかを求めるわけじゃん、こうロドリとか。でも、風見ろはもう、ボール持ってる時に、もう、はい、じゃあ、クロスくんよろしくねー、みたいな感じモドリッチさんよろしくねー、みたいな感じはい、モドリッチ終わりました、クロス上がりました、って感じで、こんな感じで来て、こうなってビルドアップするんだよ。風見ろ、ここ行くの。で、守備になった時に、じゃあ僕はもう、皆さんの代わりやるんで、みたいな。っていう、攻撃の時上がって、守備の時ここ掃除する人だから、天グのサッカーだと、ここでね、こう、ロドリやんなきゃいけないんですよ。それ違うじゃん。で、今は、 センターバックやらされて、センターバックとアンカーの守備ってまあ違うから、後ろに人が入れいてくれる時がガンガン前出るけど、それがいない状況でバランス取りながらラインコントロールしてみたいな。で、なんで風見ろを今になってここ使ってるかって。風見ろが本当にセンターバックが得意だったらもっと早めに使ってるじゃん。もう今、若手もカンブアラとかも怪我してんのよ。ユナイテッド見ない人カンブアラって言われて誰みたいな感じじゃん。 だってもうバランケガしてリサマルもいなくてみたいなエヴァンスこんな使うつもりなかったみたいな状況でその状況でやっと使われる風見朗がセンターバック得意なあげないじゃんあれは戦略ミスなんですよだって天白もこのままじゃヤバいからセンターバック取ってくれってずっと言ってたんだからそうなんだけどみんなは風見朗がダメだ風見朗ラインを上げ遅れてんじゃんみたいなそもそもディフェンスラインのコントロールのところの原則ユナイテッドないからっていうめちゃくちゃかわいそうだよね に苦手なことばっかりやらされてんだよ、風見朗。全然衰えてないと思いますよ、普通に。それこそ、いやでも、守備の時の予選もっと早かった気がしますって言おうとした人いると思うけど、ちょっと待ってね。得意なことをやらしてもらえないとき、苦手なことばっかりやらされてるときって、得意なことが得意にできなくなるときなかった。絶対みんな経験あると思うよ。俺これじゃねえんだけどなーってやらされてるときの、得意なことにをやれる瞬間の、それも苦手になってるか。風見朗、今シーズン通して、 状況は違うけどずっとそれなのよでファンダイクとかもさ限界説とか言われてた時期って別の問題あったりとかしたじゃん本当に人が心配になる時っていうのはもう明らかだからで逆に言われてないけど僕は人のクオリティで言うとドルトムントのフンメルスとか心配ですけどね部署移動マニュアルなしそうそうそうマジで今の風見色批判するのって結構その手前の批判だなっていういっぱいしてる人いるだろうしその人たちも後に引けないだろうからこういうのが僕嫌われるんでしょうけどね 大丈夫その人たちは一回その X のね、ポストを消すだけでいいから。いやもう呟いちゃったから今更はそんな論理的に風見る悪くないのは納得したけど、もう一回反対側行ってるから無理ですみたいな人いるだろうけど。まだ戻れるから。フンメルスがね、一番いい時に比べてやっぱり判断全体的に遅かったりとか間違えたりあるから。それはやっぱりね、体力面とかスピード面を取れると判断も鈍ったりすんだよね。ラ,ゲンライン上げのぐらいディフェンス経験なくてもできるだろうって思ってる人多いんでしょ。そうで、あれライン上げもボールを相手が 蹴れない時にスッてあげれたらいいんだけど、風見ろの場合そこの癖ついてないから、エヴァンスはああこの感じでいったなってスッてあげるじゃん。風見ろ一回上げ遅れたらもう裏にボール出される状況だから、そこで自分を上げたら入れ替わられるじゃん。だからあそ,あそこでステイしちゃうとかもあると思うんだよ。そうだから、風見ろが完璧なプレイしてないとか、いいプレイしてないのは認めるよ。ただ、風見ろが悪いかっていうと、そもそもっていう。 本当になんか、あの、あれよ。ホール得意な人に、調理場頼んでるみたいな、そのレベルのことやらせてるから。いや、同じアンカーじゃんって、やってる仕事がね、マドリー時代と全然違う。で、だからそれこそ、風見ろがアンカーです。インサイドハーフに、モドリッチとエリクセン使って、風見ろにビルドアップさせませんとか、アムラバト使ってとか、そういうやり方したら全然違うと思うよ。マドリーあの時期に売った理由なんでなんだろう。あの、ちわめに来て、風見ろ給料高いし、大体のタレントがいて、 アンチェロッティだったら、まあ、そこ文句言わないからっていう。まあ、複数の条件ありますよね。風見ろは、あれだと思いますよ。あの、バランス型のアンカーとか生ませるんだったら、インサイドハーフでいいと思うし、なんなら僕はインサイドハーフの飛び出す役割が一番合ってると思いますね。それこそ、昔のラツの時のミリンコビッチ・サビッチみたいな。てか、昨日、解説中にさ、めちゃくちゃ話がかった話が、あの、アントニーのあれ見たみんな、あの、俺、うわって声出しちゃったやつ。あの、アーセナル・ユナイテッドのさ、解説、聞いてない人が多いと思うから、言うと、 アントニー途中から出てきたんですよ。俺、あ、あれ、あそこアントニーのさ、途中交代で出てくる時の顔はネットとかでいじられてたんだけど、こう、こう、こういう風にさ、こうすげえ顔でこう、ピッチだとして、交代する直前のアントニーだとして、こう、こういうさ、なんかあの、ワイプで抜かれた的場一しみたいな、的場一しじゃない、誰だっけあれ、的場工事みたいな顔してたんだよ。やりすぎ工事の。やりすぎ都市伝説の時にさ、的場工事抜かれた時に、あれ言いたかったんだよあの瞬間ね、 俺ちょっとタイミング失ってうわ今の言いたかったなみたいに思ってたんだけどでももううんっていう言いたかったなそういやあれねだからもうキャラですよ今はもうアントニーには言っていいってなっちゃってるからあれはいいことっすよ控えから出てきた選手がめっちゃやる気あるただもう顔つきもあの感じもヤンキー感がすごいからもう的場浩二だったっていう感じなんだけどそのあとなのよ俺が言ってんのあのアントニー出てきて最初右ウイングだったんだけど右ウイングで左でボール回ってる時に この相手がこう撤退してこう合わせながかこういう守備するじゃん、こういうふうに。この時に青が合わせるね。ここ、アントニーね。アントニー、ここのワンピサカに、もっと上がれってこっから上がったわいって指示してんの。で、え、上がるんすか俺みたいな感じでワンピサカ行って。で、上がってアントニーなんか、なんかちょっと内側を取って、結果、最大限の高さ、この相手がプレスかけれる高さになっちゃったから、こっち繋げないしアントニーにもボール行かないみたいな。だから、天白のサッカーってほんとさ、選手自由に動き回るけどさ、いてほしいところにいない現象バンバンあるじゃん。 だからその場ののパワーバランスになるんですよその人間のだからアントニーがワンビサカに「ああ上がれ上がれ!」って言ったらワンビサカも「え上がる?」みたいなで、これがちゃんとルールあったらアントニーも余計なこと言わないしワンビサカもうかいけるしでワンビサカ合ってたのになんかうーんってなってだからねやっぱりねこうあれが部活文化っていうかであれが普通なのよ俺と一緒にみんないてくれるからこっち普通になってるけど違うもうどの 現場もそうでしょみんなが仕事したり部活とかさ。偉い人が偉くてその人の言うこと聞くじゃなかったそうじゃないところもあるかもしれないけど、8割9割そうじゃないそう。あれがそう。だから、からいろんな媒体とかが、こう、戦術が最高ってことしたいじゃん。俺もその一人って思われがちだけど、ここ来てる人はわかるじゃん。そうじゃないよって俺いつも言ってんじゃん。ただ、こういう風になっててこういう効果があるよみたいなのうちは話すけど、実際は全てが戦術的にみたいな。戦術があることが最高みたいになってるじゃん。 実際は人間なのよそこで行われてんのだからその人間の圧とかそういうのを適切に出すための戦術なのよだからアントニーにちゃんとここで取るポジショニングワンビサカにこうで取るポジショニングっていうのを低迫がやってたら起きない問題だし今コメントあったけど言えないワンビサカも悪いそうなのよワンビサカにもそこはいや違うよっていうだってここブルノヘルナンテスだったらこれ言わないからねアントニーはだからそこのやっぱ人間の強さなのよこれ そうだ、あそこにね、なんかいろいろ全部詰まってたから、喋りてーって思いつつ、いや、でもこれ、アベマでこの熱量でこの長い解説は違うな、みたいな。持ち帰って喋ろう、みたいな。この辺がめちゃくちゃ好きなんですよ、サッカーのこの、人間と、その哲学と、このフィジカルといろんなものがこう交錯する感じ。なんかスパチャでレオさんにアマド・ディアロのこと聞いて。聞いてもらえるといいねアマド・ディアロよかったな、めちゃくちゃ。あの選手が基本出てないんだもんね。まあ、途中怪我しちゃったけど。 ディアロ・ガルナチョのウィングめちゃくちゃゃく未来感じたよね昔、北川さんが教えてくれたアタランタの、ね、ピッコロ飯って言われたのあの選手だよね。小さくてうまいんだけど、みたいな、まだフィジカル的にあれで、みたいな。そう、ディアロのドリブル。いや、だから、ほんとうまい選手って、へそ下に置いたドリブルをしてんのに顔を上げてんのよ。あ、だから、ボールがね、視野に入ってないか、ギリ入ってるかぐらい。アルフォンソ・デイビスを、ベルナード・シュバが抜けんの不思議じゃん。でも、その、 去年の、ね、バイルンシティ見てもらったら分かるけど、まあ、足からボール離れないでずっと仕掛けても、もうね、ベルナルド・シューバに、アルフォンスデビスは触れるぐらい距離なの、でも、ボールはベルナルド・シューバーにぴったりくっついてるから、ちょっとでも足出した瞬間、ずらされて抜かれてるんだよね私、レオザフットボールが監督を務めるシュアーボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習で、セレクションを開催しております。 場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガ輩出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。